神戸ポートタワーは神戸港中特定のたもとに立つタワー。港の景色が楽しめるように中特定上に1963年に建設された展望用のタワーである。その後、1980年代のメリケンパーク造成により、東岸が1990年代の中特定中央ターミナル造成により、西岸がそれぞれ埋め立てられ、 現在は、不登場には位置していない。世界初のパイプ構造の建造物で、和楽器の鼓を長くしたような外観が特徴である。その独特の構造、形状から、鉄塔の美女とも称され、高層建築物のモデルの一つとなっている。また、日本で初めてライトアップされた建造物でもある。当時の神戸市長であった原口忠次郎は、 元内務省の技術官僚でもあったが、1959年にロッテルダムを訪れた際に、港を一望するユーロマストに感激し、このタワーの建設を思い立った。その4年後に実現することになる。ちなみに当初タワー全体を銀色にする予定だったが、地上からの高さが60メートルを超すことから、当時の航空法によって、キラカをメインに白に、 アクセントにした塗装に変更させられている。以降、神戸港のシンボルとして広く知られ、修学旅行などの観光客が港町、神戸を学習する際にその多くが立ち寄る拠点ともなっている。中には売店、レストラン、展望台がある2009年12月から2010年3月の間、神戸市によって 建設以来の大規模な改修工事が行われた。総事業費は約3億3 0円。17年振りの鉄塔の塗装の塗り直しをはじめ、LED の使用による新たなライトアップや展望室のリニューアル、バリアフリー化がなされた。照明の色は白一色から光の三原色にすることにより40種類のイルミネーション演出が可能となった。 2010年4月28日19時に式典が開催されリニューアルオープンした。2013年11月21日、開業50周年式典が行われた。22日まで開業当時の入場料金、大人150円、子供80円で入場できるなどの特典があった。第15回日本建築学会賞。 建築業協会有料建築賞、照明学会照明普及会賞、ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築の受賞歴がある。2014年12月に、国の登録有形文化財に登録された。チリーン地図 Google マップ神戸ポートタワー。ありがとうございます。